川警察署ということですね。あ、やばい。実はですね、この石川署管轄内に、はい、日本でもここ一箇所しかないという、うん、かなり珍しいあの道路標示があると。珍しい道路標示、はい、聞いたんで、はい、その場所をちょっとあの聞きに行きたいなと思って。あ、わかりました。行きましょうか。じゃあ早速行きましょう。はい、石川署で説明を聞いたお二人、早速その珍しい道路標示があるという交差点に行ってみることにしました。あ、どこなの、おばあちゃん。あ、この辺だろ。この辺、うん、いやいや、どっちなの。あれなんか、あれさあ、二人が見て驚いたという道路表示は一体どんなものでしょうか。難しい。さて、正解をですね、はい、次の3つの中から選んでいただきたいと思います。3択です、はい、1番、縦になった信号機、うん、2番、消火栓の標識、うん、3番、ストップの道路表示、はい、1番か2番か3番か、さあよろしくどうぞ。はい、123、番号を挙げてください。これでもちょっと難しいですね。あるかな。 石川市だけで見られるもの。123、1番が縦になった信号機、2番が消火栓の標識。さあ挙げてください。はい、ストップの道路標識というさ表示ということなんですが、1番挙げた方、2番挙げた方、3番挙げた方、それぞれ分かれておりますけどもね。123分かれてますね。分かれておりますね。これはちょっと難しい、ね、さあそれでは早速正解を見てみましょう。さあ金城さん、はい、正解はおこちらです。お、止まれとストップと書かれたこの道路表示、英語でも書かれているのは日本でここだけだそうです。英語で書かれているのには何か訳があるのかな。実はこの道路表示があるのは石川市の赤崎交差点、国道329号線と県道73号線が合流する地点で、毎年交通事故が絶えないんだそうです。事故が多いというのは分かったんですが、英語のストップという道路表示があるのはどうしてなんでしょう。石川署管内では交通事故が年間1200、外人絡みの事故が110件ぐらいが約1割の事故が発生しています。そしてその事故の原因は、近くにキャンプショア部キャンプハンセンがあります。そのために外人日本人が分かりやすいような道路表示をやってあります。ストップ止まれの表示をやってあります。なるほど、外人車両の事故が多いんですね。さあさあ、止まるか。あ、ちょっと止まってトラックは、あ、俺たちの顔見てるよ、日本人止まってますね。こんにちは。あ、こんにちは。僕たち見て止まってもしょうがないんですよ。そうなんですよね。これ下見てもらわないと、ね、車見てくれって感じなんですよ。さあ来ましたか。おっとスルーだ。さあ全然止まってません。さあということでね、はい、正解は3番ですね。ストップというね、はい、ストップの道路表示止まれという道路表示が正解でございました、はい、いきなり始まりましたけどもね、はい、いきなり難問でございましたですね、はい、分かれておりましたですけどもね。さあそれでは、レポーターのお二人をですね、紹介いたしましょう、ミスの皆さんにインタビューをしていただきたいと思います。今回はですね、はい、恵子ちゃん東京から素敵なゲストをお呼びいたしました。モノマネのですね、南里香さんです。よろしくお願いします。どうも皆さん明けましておめでとうございます。生まれる前からもう年々でございま す, そうです、ね、南里香です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそして、はい、明けましておめでとうございます。今年は女らしくパワフルに頑張りたい末吉香菜です。よろしくお願いいたします。本当に女らしくですね、はい、それじゃ あの皆さんにお話を伺ってください。はい、わかりました。こちらミス八重山のお二人なんですけれども、あ、残念ながらあの上げてませんから外れちゃったんですか。まあ、とっても美人ですけども、自分で好きなところはどこですか、顔の中で。お、クリッとしたけどね。クリッとしたお目目ですか。自分で言うの恥ずかしいわね。でも、可愛いです。いやいや、やっぱり泡盛の女王ということですから、一番好きな飲み物、お酒ですか。
そうですね、朝から飲むというわけにはいきませんけども、夜気の合った友達と遊ぶときにはいつも青森を飲んでおりますよね。そうですね、あの青森は伸びも効きますので、いろいろなカクテルなどを作ったりして楽しく飲んでおりますので、皆様もどうぞお試しください。ところで宮古島ね、とても素敵なところですけども、自分で好きな場所なんかありますか？海ですね、やっぱり青い空、青い海、白い砂ですので、ぜひ皆さん一度来てください。そうですね、行ってみたいと思います。宮古島のお二人でした。はい、続いては沖縄着物の城のお二人です。外れちゃったんですね。一番を上げてましたね。はい、での信号機、いやいや残念でしたけれどもね。さ、着物を、ね、着ることで得したことってありますか？そうですね、たくさんの人と会うチャンスができました。大好きな着物をもうたくさん着る機会が増えたので、それが一番嬉しいです。わー、なんかとっても素敵な衣装ですけども、これは何の生地でできていらっしゃるんですか？久米島紬の生地で。あー、とっても素敵ですね。だからここに紬って書いてるんですね。今日はスピーズは何でした？頑張ります。まだまだこれからですからね、頑張ってください。ミスに選ばれたことでさらに好きになった沖縄の、まあ、魅力どこか教えてください。はい、やはりあの芸能面に目を向けるようになりまして、私たち選ばれましてから、よくあの県立郷土劇場の方で毎週火曜日にですね、よくあの芸能を見に行くようになりました。なんかあのいろいろと書いてありますね。エメラルド、それからコーラルと書いてありますけども、これは何か意味がありますか？はい、私エメラルドは沖縄の輝くエメラルドグリーンに輝く海をあのイメージして付けられた名前です。そして私もその輝く海の中にあるサンゴ礁をイメージして付けられた名前でございます。かすりの城のお二人です。いやー、綺麗なかすりですね。あ、でも残念ながらこちらも外れちゃったんですね。はい、外れましたけれども、このかすりはやっぱり手作り、どなたが？あの上里幸子先生という方がお作りしていただきました。さあ、続いて今度はですね、ミス手だこのお二人なんですけども、なんかとっても可愛らしい幸せの黄色の衣装をね着ていらっしゃいますけれども、このなんかお花とっても可愛いんですけども、これは何か意味がありますか？浦添市の大穴有明かずらのお花です。まあね、営んの女性というのは働き者と言われていますけれども、どうですかご自身は？はい、働いております。いいお嫁さんになりますね。今日頑張っていきましょうね。あ、とってもなんか可愛らしい衣装ですけれども、これはなんかのミスオーシャン、そしてミス三段下書いておりますけれども、これは何か意味ありますか？あの、私ミス三段下は石川市の鹿であります三段下です。で、こちらのミスオーシャンは海をイメージしてブルーのイメージが入ってると思います。なんでミス、あの、まあ、すいません、具志川ですよね。具志川といえばですね、今イルミネーションでキラキラ輝いてますよね。はい、そうですね、こちらイルミネーションの方は12月から1月10日まで、2万個余りの電球を使ったイルミネーションが開催しておりますので、ぜひ機会がありましたら皆様いらしてくださいませ。いい名前ですね、さくらの女王というね、とっても、一番気に入っちゃうような名前なんですけども、これは意味がある名前なんですか？この1月の下旬ぐらいから桜の方が名護市の方が咲きまして、そちらの方で選ばれたものなんですけども。そうですかね、女王とついてますけども、気分いいですか？はい、とても最高です。はい、ミス羽衣のお二人です。さあ、宜野湾市ということなんですけれどもね、あの泉さんとおっしゃるんですね、何やらモノマネが得意なんだそうです。ちょっと一芸ここでね、披露しちゃいましょう。どうぞ。宜野湾市は超やる気かわいい頑張っていきましょうね。今日は楽しく頑張りますのでよろしくお願いします。ミス桜のお二人なんですが、この桜ってつくくらいですから、なんか桜の有名な場所とか何か意味があるんですか？日本一早咲きの桜で有名な本部町で、1月の下旬から2月の2日にかけてあの桜祭りが開催されます。ぜひあの皆様お越しくださいませ。さあ、締めですよ。ミスハイビスカスのお二人です。真っ白なね、綺麗なコスチュームに包まれていますけれども、なんとですね、正解なんですよ。すぐ分かりました。勘です。勘ですか。じゃあ今日ですね、沖縄市の皆さんにカメラに向かって意気込みを一言いきましょうか。どうぞ。沖縄市の皆さん、応援してください。はい、ということで以上です。どうも、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、
猫ちゃんということでね、この番組始まりました、うん、テレビをご覧の皆さん改めまして新年明けましておめでとうございます。いい相場知恵ビニアサイ、はい、改まる年にたんとごぼかじゃて心からしがた若くなゆさ、うん、あの九十ね、去年は私厄年、今年は晴れ年ということで超やる気、私も頑張りますよ。一つよろしくお願いいたします。前川試験でございます。よろしくどうぞ。いやいやいや嬉しいですね。さあということでね、まあ県内のですね、恵子ちゃんその観光コンパニオン、16組そして32名の皆さんに勢ぞろいをしていただきました。これだけやっぱり揃うと晴れやかでとてもいいですよね。嬉しいですよね。ということで、ね、鼻の下が伸びてますよ。いやいやいや嬉しいですよ。もう今日酔っ払いそうでございます私は本当に、はい、まあね、なんと恵子ちゃん、北は元部長、ミス桜、そして南はですねミス八重山ということでね、もう今日はたくさんのクイズがございます、はい、難問珍問に答えていただきたいということでございますね、はい、難しい問題出るのかな、たくさんあるかもしれませんよ、はい、そして番組の最後には素敵な視聴者プレゼントがあるんですね。そうそう、ちゃんとみんな視聴者の皆様にもプレゼントがありますので、はい、メモの用意を忘れずに最後まで見てくださいね、はい、楽しみください。それではおめでとう沖縄クイズレッド、最後まで見てね、見てね。旅の空スーパー早割り夢のよう。日本の旅にはスーパー早割り最大約 50% 割引。旅はいいね。全日空の国内線。ただいま。おう、おかえり。もう一回東京行ってきてくれ。え、わかりました。何度でもビジネスにリピート、お得な回数割引です。じゃあリピートでもう一回行ってきます。全日空の国内線。波のように光のように自由で柔らかいコミュニケーション。印刷ってやっぱり進化してる。朝日堂。キユーピーの新しいドミグラスソースの原材料表示は野菜が最初に記されている。それは材料の中で野菜が一番多いということです。キユーピードミグラスソース。おめでとう沖縄クイズレッドを進めてまいりましょう、はい、まずは豪華な商品をご紹介しましょう。見事優勝したチームには全日空から沖縄東京ペア往復航空券を差し上げます。そして賞金5万円を。特別賞の2チームにはかりゆしビーチリゾート女からペアの宿泊券と大関株式会社から青春大関コモカムット、それぞれ賞金5万円を。そして今日参加してくださいました全員のミスの方には沖縄県酒造協同組合から熱き恋歌を差し上げます。はいはい、けんちゃん頑張ってください、豪華でしょ。豪華な商品いっぱいでございますね。ミスを酔わせてどうするのっていう、ね、いやもう私が酔いそうだってだからさっきからもうこの先にも酔ってますから ね、はい、それでは参りましょうか。はい、いきますよ。おめでとう沖縄クイズレッド第2問です。いやー海が綺麗ですね。今僕は国頭村は立てというところに向かっております。あちらでは何が待ってるんでしょうか。お楽しみに。よっちゃんがやってきたのは那覇から車で2時間余りの国頭村立て。さあ着きました国頭村は立てです。ご覧ください、このバス停。海のそばということでいい味出してますね。もうさびてるよお前、元気出せよ。さあそれでは早速すぐそばにありますこの佐手共同売店で宮城区長さんにいろいろお話を聞いてみましょう。さあ区長さん、佐手の赤い石というのはまたどの方向なんですかね。ここから見ると佐手、のね、はい、よっちゃんが探しているのは佐手の赤い石という石。あ、水切れになりましたね。これですか。はいはいはい、 これですか。はい、真ん中のそれです。ありました。ここです。ここ、ここ赤いでしょ。ここですか。はいはい、
赤いでしょ。見えますかこれ、ね、ちょっとこの辺のこの色とちょっと違ってますね。ここと違うんです。お、ひまわりが。早速ハンマーで割ってみることにしましょう。あった。お、割れましたね。割れました、割れました。これです。ああ、確かに。ここが赤いですね。これが赤石と言われるゆえんなんですけども。ここがこっきりよく見えます。わかりました。さあ、宮城さん。はいはい。実は、これがあるものに変わるんですよね。そうなんですよ。あるものに。あるものに変わるんですよ。ここで問題です。この国頭村さての赤石があるものに変わります。そのあるものとは一体何でしょうか。わかりますか。これ何に変わるんでしょうね。何に変わるんでしょう。あさてと言いながらですね。さあそれでは次の3つの中から選んでください。お答えください。1番石岩灯、うん、2番宝石、うん、3番印鑑。さあ何番でしょう。1番か2番か3番か、よろしくどうぞ。1番が石岩灯、2番が宝石、3番が印鑑ということです。さあ皆さん考えてください。赤石ということですけどね、どんなものに変わってしまうんでしょう。どうぞ。はい、皆さんあげてください。いきますよ。はい、あ、皆さん、あ、2番、あ3番と、ね、2番もいらっしゃいます。はい、よろしいですか。2番が1チーム、あとは3番、うん、印鑑ですね。それではどうなんでしょう。正解を見てみましょう。見てみましょうか。どうぞ。さあ、それでは正解です。正解をじゃあ宮城区長さん出してもらいましょう。正解はこれです。どうぞ。ババン。正解は宝石でした。いやー、宮城区長さん、これがそうなんです。この素晴らしい色の宝石になるわけですね。そうなんです。この赤石、復帰間もない頃、近くで工事をしていた人たちによって発見され、話題になりました。加工して指輪や飾り物になるんだそうです。これから村おこしの一つとしてこれを何とか活用していこうかなと思ってる。これを盾の民芸品として、そうです、どんどん加工して、そうです、で素晴らしい製品にして、はい、これからやっていこうという計画が、はい、あるわけですね。そうです。はい、どうも。宝石になるんですね。あの盾の赤石が宝石になったということでね、はい、1チーム正解がいましたね。あ、2チームですね、はい、正解がいました。はい、おめでとうございます。それでは会場の前に進みましょうか。よろしくどうぞ。はい、いやー、すごいですね。ちょっと残念でしたけれども、ほら、彼とかからプレゼントされたいもの、誕生日に何ですか、好きなものは。そうでしょ、印鑑なんか欲しくないでしょ。ちょっと間違えちゃったわね。印鑑もらってもね、仕方がないけれどもね、残念でした。こちらもですね、印鑑で間違っちゃったんですね。かかってしまいました。残念ですね。そうです、あんな川なんかに宝石があるなんて思わないですよね。まあ宝石があるって気づいたら取りに行きますって言ってる。怖いな。でも残念でしたね。はい、けんちゃん、どうもありがとうございました。かんなちゃん、まあ、ほとんどの方が間違えてしまいました ね、 ね、はい、さあそれではですね、次の問題でございますが、はい、今度の問題はですね、実際皆さんに書いていただくと。書いてもらいます。書き問題です。はい、書くといっても何を書くと思いますか。何を書くんでしょうか。けんちゃんの顔じゃないですよ、はい、ちょっと難しいかもしれません、はい、黄色い紙によろしくどうぞ、はい、それでは問題です。沖縄本島の地図を正確に書いてください、うん、正確に書いてください。どうぞ。これはね、ちょっと難しいと思うんですよ。簡単なようでもね、結構難しいね。あの、出てるところは出して、引っ込めるところは引っ込める。はい、はい、さあ結構ね、まあ、あの、書いて考えてますね。考えてます、考えてます。さあ、あだったかこうだったかと、沖縄出てるところは出て、引っ込むところは引っ込む。私もそれが欲しかった。さあ、いかがでしょうか。さあ、できた方、どうぞ上げてください。はい、できたから、あの、胸元に見えやすいように置いてくださいね。はい、さあ、では10秒前でございますよ。時間制限ですよ。はい、はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、上げてください。
一つ。なるほど。じゃんじゃん。いやなんかいろいろですね。ねえ、いろいろですね。なんか本当に、沖縄かなっていう感じのものもありますけど。ね、面白そうですけども、ちょっとせっかくだから全員の、見ちゃいましょう。正解かどうかは、ちゃんが。見届いてみます、皆さんの。どれだけ絵が上手なのか、これでわかるんじゃないかと思いますけどね。でも綺麗に描いてますけどもね、タコボーヤみたいでいいですね。この小さい島は、これは何の意味ですか？わかんない、なんかあったという。ね、自分のところは分かってますか？西八重山ですね。分かってます。西八重山、丸。丸ってる。丸。わー、イエーイ。よく捉えてる。はい、次行きましょう。はい、こちらですね、青森の女王の二人ですけども、ご覧ください。これどうしたんですか？これ飛行機みたい。いやこれは。これはないわけね。これはないそうです。あ、これ独断と偏見。申し訳ないんですけども、これは×。残念でした。残念でした。さあ、続いて。次行きましょう。ミス宮古島。はい。あ、なんか島が遠いところに1個、特にありますけども。これは何？そんなとこだけちゃんと書いてるんです。沖縄、これは×だな。これちょっと足りないですもんね。自分のところは書いてるのに、ここダメ？いや、やっぱり沖縄、やっぱり特徴がね、もうちょっと違った。本島ですよ、本島。はい、本島。そう、はい。これは本島だって違いましたね。さあ、どんどん行きましょうか。はい、いや、こちらご覧くださいよ。沖縄着物の女王のお二人ですけれどもね、どうですか、これ。これはなんか芋虫に似てますよ。ここにあるんです。ここにあるって何がここにあるんでしょう。ちょっと難しいですね、これね。これカリン島に似てますね。カリン島、おいしそう。バツバツ、残念でした。続いてこちら、ミス久米島のお二人なんですけどもね、ちょっと島がないみたいなんですけども、どこ消えました？島、ここちょっとね、足りなくて書けなかったそうです。これはね、丸丸。やった、本当ちゃんと書けたということで良かったですね。次行きましょう。喜んでますけど、さすがミス沖縄のお二人ですよ。ご覧ください。あら、これは二重丸ですよ。さすがですね。拍手が起きましたよ。おめでとうございます。はい、さあ次行きましょう。すごいですね。負けてはいられないですよ。ミス那覇。ね。さあ続いてこちら。ちょっと縦長になってますけども。ちょっと苦しいですけども、丸。丸。あ、よかったです。こちら灰丸町としっかり書いてますけれども、はい、かすりの女王のお二人です。これどうしましょう。いや、これはなんで、あの元部半島がずーっと下なんですか。バツ。心配。バツ。ダメ、残念でしたね。残念でした。はい、こちらはですね、ミス手立てのお二人なんですけども、自分のところだけしっかりと、ね、書いてあるんですけども、浦添市って書いてありますけども、どうでしょうか。まあこれもね、やっぱこれもバツだな。なんか元版とかないじゃないですか。自信は、自信あるんだそうですよ。はい、あ、でも元版とかちょっと頼りないですね。はい、ちょっとなんかよろしいですね。なんか中ぺったとしておりますですね。ダメですね。これダメです。ダメ、残念。結構厳しいですよ。はい、自信なさそうなのはね、沖縄本島ですから。そちらだけじゃありません。ミス糸満のお二人もね、隠してません。一生懸命両手で隠してるんです。はい、何隠してるんですか。これも、まあこれも×判定が出ました。残念でした。埋め立てしたような感じね。なんか×が続いてますけども、今度はどうでしょうか。なんか丸いのが3つ、目玉が3つって感じですけども、これ自信ある？自信なさそうに、自信ないって言ってますけれども、どうでしょうか、源ちゃん。これはね、まあ、厳しく、×残念でした。なんか厳しいですね、源ちゃん。こちらご覧ください。さあ、ミス具志川のお二人です。はい、顔押さえてますけど、自信ないです。こちらは結構なんかあれですね、なんか南部の方が ね、なんか、逆になってるような、これも厳しいですけども、これも×出ました。残念ですね。はい、続いて桜の女王ですけども、やっぱり女王様違います。大きく書いちゃうんです、大きいことはいいことだ。まあこれはね、やっぱり違う、まあ、ダイナミックでよろしい。丸。ダイナミックでよろしい。あ、やったー、おめでとうございます。やっぱり桜の女王だけありますね。さあ次行きましょう。はい、こちらミス羽衣のお二人です。なんかすいません、申し訳ありません。謝ってますけれども、れどういうことでしょう。これどうしましょう。なめくじです。なめくじです。本人が自覚しております。なめくじだと。自覚通りダメ。自覚通りダメ。行きましょうか。はい、
こちらはミスさくらなんですけども、なんかもう変って自分で言ってるんですけども、なんかここでガキン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 って感じなんですけど、なんかかくばってますね。どうでしょうこれ、なんだかよくわかんないんですけど、申し訳ないんですがダメダメ、残念でした。さあいよいよ最後ですか。残念続いてますね、はい、さあこちらミスハイビスカスのお二人ですよ。これはどうしましょう、沖縄とちゃんと書いてるんですけれどもね、お願いします。厳しくお願いします。ダメダメ、厳しいですね、残念でした。さあそしてね、ここまでの経過を一つ、はい、はい、見てみましょうか。あのミス久米島つむぎが3ポイントということでリードしてますね、それを追うのがミスハイビスカスですね、はい、頑張ってください。まだまだ CM の後続きますから、挽回のチャンスありますよ。はい、沖縄には沖縄の味があります。味クーターだし。島屋味クーターだし。魚醤のうまみとコクを加え、顆粒タイプで新発売。島屋味クーターだし。染めたりブローしたり、髪だってきついと思うよ。それなら天使のヘア。髪と同じ成分を補給するシャンプーとコンディショナー。天使のヘア新販売。髪と同じね。ライオンから。私の髪って相当我慢してると思う。それなら天使のヘア、髪と同じ成分を補給するシャンプーとコンディショナー、天使のヘア新販売。髪と同じライオンから。おお、お日様が元気だとよく育つね。なんだこりゃよーと。未来はクリーンエネルギーで育てましょう。アサヒソーラー。マーサン料理はしまよ、味クーターだし、美味しいですよ。カリウタイプでいいよね。ね、魚醤の旨味とコクを加えたしまや味クーターだし新発売。美味しいよ。おめでとう沖縄クイズ列島。北は元部長のミス桜から、南はミス八重山まで16組32名のミスがクイズに挑戦しています。はい、恵子ちゃん、はい、まあ、このあたりでですね、うん、ちょっとだけ一息一息。そうですね、ちょっと一息入れましょうか、はい、先ほどから活躍していますモノマネの南里香さんに登場してもらいます。どうぞ。切りばめてるような夜景を車から見てるよ。カラオケも飽きちゃった頃でも腕に手を絡ませばご機嫌。何が一番大切なの、聞きたいけどなかなか言えない。ほんの一瞬でもあなたと一緒ならいいと思ってる。Thank you.
シラスは黒い縁の身が合いました。あれは三年前止めるあなた平気の星動き始めた汽車あなたはどこに行っていいんだ。やめてきましょうか。現地のモノマネやめに、モノマネやめてきましょうか。さあ、それではですね、続けて問題参りたいと思います。はい、続いて第4問です。沖縄が生んだスーパーアイドル安室奈美恵、アムラーと呼ばれる社会現象を生み出すほどの大スターになった彼女にもこんな初々しい時代がありました。安室奈美恵14歳です。一言で言うとね、入ってきた時はもうやたらに暗かった。暗いけども、うん、暗い中に、まあ、うまく言えないんだけど ひらめきみたいなね、すごくシャープな部分が見えたんで、だから僕はもうずっと奥にある種を見たつもりでいるんだ。だからそこを見つめた場合は入ってきた瞬間にこいつはある種の結果を出すという確信はありました、うん、あれは単純に、まあ、いわゆる芸能界が当時アイドル不遇の時代だったから、まあ、ちびちゃんたちだからね、何かやっぱりその歌とか踊り以外に持っていかなきゃいけない、まあ、別に色気で売るわけじゃないから、で、まあ、それはもう単純に沖縄で一番ポピュラーな空手を、沖縄の小道長が都会で見せたら、まあ、多少足しになるかっていう程度のことだったん でそれはうまくいかなかったんだけどね、空手じゃやっぱりスターにはなれなかったよね、うん、で間違っちゃいけないのは空手をやったからって言って歌やダンスがうまくなるわけじゃなくて、うん、まあ、安室の場合は非常にシャープな体質の子だから、その空手をやったということが逆にその、プラスになってるという部分はあるかもしれない。ただ世の中の人たちみんな空手やればダンスが上手くなるということとは全然違いますから、間違わないように、うん、それではここで問題です。安室奈美恵ちゃんが小学生の頃、スクールにも内緒であるとんでもないことをやったことがありました。さて、そのとんでもないこととは一体何でしょう。はい、とんでもないこと、とんでもないことやっちゃったんですって。やっちゃった。はい、あ、じゃあそれではそのね、3つ選んでいただきたいと思います。はい、3択です。中から、はい、1番弁論大会に出た、2番ダンス大会に出た、うん、3番カラオケ大会に出た。はい、さあ1番か2番か3番か、はい、よろしくどうぞ答えてください。でも校長先生から絶大なる信頼を得てたんですね。すごいですよね。スーパースターですよね。貫禄ありますもんね。すごいですよ。みんな安室ちゃんを目指してますからね。さあ皆さん挙げてください。はい、123番号をどうぞ。あ、皆さんこれは皆さん3番かな、3番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 ということはカラオケ大会に、2番が向こうに、2番がミスハイビスカスがダンス大会ということですね、はい、さあそれでは正解を見てみましょう。こちら、それでは正解です。ホットナイト沖縄アイランド、
NBC で放送されたホットナイト沖縄アイランド。皆さんこんばんは。ホットナイト沖縄の時間です。今夜は私たちにお任せください。ところで何をやりましょうか。そうね、皆さん何をやりましょうか。あれ、今見たことのあるような顔映りませんでした。この顔もしかして6番手ということになりますね、はい、さあ続いてのちびっこは安室奈美恵ちゃんです。お願いしましょう。どうぞ。ゆうゆうが大好きな安室奈美ちゃん、夏休みは家族でビーチパーティーをする予定で今からとっても楽しみにしています。今日は大好きなマイナス&Cを歌います。一度目なら知らないふりしてあげる、あなた宇宙にずっとそよく目を使ってポニーテールの他の子ばかり気にして悪い癖だわ。肩に置いたとちょっぴりひねるのよ。チャンピオンはマイナスさんたちを歌いました6番の安室奈美恵ちゃん。おめでとう。そうなんです。安室奈美恵ちゃんはクールに内緒でこのちびっこカラオケ大会に出場、なんと優勝までしてしまったんです。それは僕あんまりそういう番組好きじゃなかったんで、子供が出て評価されて変な評価をされると逆に子供が錯覚を起こすんでね、で禁止してたんだけど出ちゃったんでしょうがないね、僕は知らないうちに。でもまあその歌って優勝したのを見て、うん、まあまあ納得したっていうか、このぐらいのことをやってくれてよかったなっていう感じはあったね。うん、だから彼女は彼女なりその番組で一生一代の勝負したんじゃないの、うん、僕の気持ちとは裏腹に、うんうん、でその結果やっぱり普段見えないようなその情熱が彼女からこう見えたよね、うん、そういう形ではまあ番組出たのはまあ良かったかなと今は思ってるんだけども、彼女のためにね、うん、ということで正解はテレビのちびっこカラオケ大会に出場、見事優勝してしまったでした。可愛かったですね、まあ本当に貴重な VTR ですよね。本当ですよね、ということでございまして、うん、3番のカラオケ大会が正解、はい、ということでございます。なぜならミスアイビスカスが外れてしまいましたね。あ、はい、残念でございました。じゃあ会場の声聞いてみましょうか。はい、どうぞ。ここまでどんな道を歩いてミスになったのって感じですけども、私キャー、アムラじゃないです。わかりました、誰か。シノラ、はい、3番正解ですけれども、すぐわかりました。はい、わかってました。いや、すごい、ミス宮古島すぐわかったそうです。3番正解。はい、はい、こちらもですね、着物の城のお二人なんですけれども正解ですよ。ありがとうございます、嬉しいです。 VTR 見てたんです私この番組。そうなんですか。なんかやっぱり今すごい応援してるみたいですね。もう沖縄のを有名にしてくれたなんで応援したいです。ということで着物の城のお二人でした。はい、はい、どうもありがとうございました。小さい時からの面影今も残してますよね。可愛かったね。さあ、はい、それでは恵子ちゃん、ね、5問目はですね、スタジオに、こういう方をですねお招きいたしました。そう、誰なんでしょう。この方です。はい、よくいらっしゃいました。はいさい、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 はい、チャビさん。今あれ、お名前ジャク・ハツ、ジャク・ハツさん、ハツさん、ね、これ、ヌエビがこれマミガラ、マミガラ、ちょっとやってみてくれますか。はい、何をやるんですか。この日ね、これ飛ばすわけ。はあ、ね、あ、なるほど、これがマミガラになるわけですね。ミーはどこにあるんですか。ミーはこれ、ミーはここの方に、はい、ちょっとじゃあもっとやってみましょう作業。はいはい、はい、こうしてね、いくつから装備がな、わからんわからんぐらいやってる。なるほどね。市場なんかでよく見かけますよね、うん、ね、うん、おばちゃん、はい、これマミ柄ですよね、はい、でこれはわたおばあたがよく使ってたものなんですけどもね、はい、はいはい、ということでね、じゃあ問題に行きましょうか、うん、実はおばあちゃん今もう本当に上手に豆をより分けてましたけども、おばあちゃんが使っていたザル、うん、そのザルの名前は一体何というのでしょうか、というのが問題なんですね、はい、1番、はい、バーキ、はい、2番サギジョーキ、はい、3番ミージョーキ、はい、さあ一体何番でしょう。1番か2番か3番か、さあどうぞ、はい、よっしゃ、これはやろう、
番がバーチ、2番が下げ蒸気、3番がミー蒸気。さあ皆さん、一度は耳にしたことあるでしょ。してるわけ。はい、ずーっと上げてください。はい、ちょっと高く上げてくださいね。1、2、3、ばらつきましたけども、3番、未蒸気の方がちょっと多いようですね。バーキか、下げ蒸気か、未蒸気かということなんですね。はい、さあそれでは正解をおばあちゃんに聞いてみましょう。正解は未蒸気です。はい、ということでございまして、未蒸気でございます。正解は3番ということでございますね。もういいですか。お、にへでみろ、えさいなくてみしみそれ、はいさい、はい、いにしりしり、こみよりよりしよりよりよりはまくしりよ、ひり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 。おばあちゃん、もっと面白い方紹介しましょう。どうでございます。いやーすごいですね。おばあちゃん一体誰ですか。おやってる場合じゃないです。おばあちゃん誰だかわかります。中村佐保です。はじめまして。どうもはじめまして。うちのパンツが違いました。いやどうもありがとうございます。一緒にやりましょう。はい、あー楽しい。あらおーこれもったいない。ありがとうございました。ご活躍にいただきました。おばあちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ CM の後もまだまだ続きますよ。お楽しみに、はい、ご覧ください。旅の空スーパー早割り夢のよう。日本の旅にはスーパー早割り最大約 50% 割引。旅はいいね。全日空の国内線。ただいま。おう、おかえり。もう一回東京行ってきてくれ。え、わかりました。何度でもビジネスにリピート、お得な回数割引です。じゃあリピートでもう一回行ってきます。全日空の国内線。波のように光のように、自由で柔らかいコミュニケーション。印刷ってやっぱり進化してる。朝日堂。一人で契約、その場でカード。いらっしゃいましのプロミス。その場で契約、はいカード。ブラボー。いらっしゃいマシーンのプロミス。操作は簡単、ピピッピ。君は？いらっしゃいマシーンのプロミス。新人です。素敵だ。いらっしゃいマシーンのプロミス。おめでとう、沖縄クイズレッド。いよいよ後半戦ですね。後半戦でございますね、はい、それでは第6問です。オーディとオーディや今かい、ユーラティクユーラティクや今かい。さあなぜ私源ちゃんが石垣島に来たかと言いますと、実は大城茂さんというお方がですね、子供たちにある珍しいものをプレゼントをしたということでございまして、その微笑ましいお話をこれから伺いに行ってみたいと思います。それでは行ってまいります。ということで、はるばる石垣島までやってきた源ちゃん、早速その大城さんの職場を訪ねてみました。さてこちらの大城さんが子供たちにプレゼントをしたということなんですけども、どんな子供たちなんでしょうか。はい、母校のですね、子供たちに、送りました。顔を見てましたらですね、殺すのがかわいそうで、で母校に、送って子供たちに喜んでもらおうということで、はい、なるほどね。子供たちの反応はどうでした。そうですね、非常に喜んでましてですね、もう子供たちがみんな飛んだり跳ねたりして、もう大変僕自身も非常に感動しました。逆に持っていってですね。さてここで問題です。大城さんが母校の子供たちにプレゼントをしたのは一体何でしょうか。さあ
ということでございますけどもね、はい、3つの中から選んでください、はい、けいこちゃん。1番うさぎ、2番マンタ、うん、3番七面鳥、はい、1番か2番か3番か、はい、よろしくどうぞ。うさぎ、マンタ、七面鳥です。はい、あげてください。時間ですよ。はい、どうぞ。はい、1番のうさぎ、2番のマンタはいませんね。3番の、1番と3番ということで分かりましたですね、はい、うさぎと七面鳥に分かれてしまいました。はい、はい、さあ、うさぎか七面鳥かということですね、はい、それでは正解を見てみましょう。こちらです、どうぞ。さて、正解ですけども、大城さんが実際子供たちにプレゼントをしたというものをですね、見せていただきたいと思います。大城さん、よろしくお願いいたします。源、はい、ちゃん、いいですよ。でも遠いですよ。遠くてもいいですよ。見せてください。どこにあるんですか？糸満の方にあります。ということは、大城さん、大城さんの母校はどこなんですか？はい、私の母校は糸満小学校です。糸満小学校？デジナトン、今から本当に行く時間がない。チャースがや、やるもんどん、するもんどん、どんぐりころころ、どんぐりこーん。わかった、もうこの際だからよっちゃんに頼もう。よっちゃん、頼むよ。オッケー、お任せください、げんちゃん。もうその石垣市は大城さんから送られた糸満小学校へのプレゼント、私がしっかりと見ていきましょう。というわけで、源ちゃんの命を受け、糸満小学校までやってきたよっちゃん。校長先生の案内で、大城さんからのプレゼントがある場所へ連れて行ってもらいました。さあ、校長先生、一体どこにいるんですか？あの飼育小屋の中にいます。あれですか？そう、大城さんがプレゼントしたものはなんと七面鳥だったのです。仕事の取引先からクリスマスの料理に使ってくださいと送られたこの2羽の七面鳥、殺すのはかわいそうだなと思った大城さんは母校へ送ることを思いつき、11月26日飛行機を使って母校であるここ糸満小学校へプレゼントしたのです。七面鳥、何を食べてるんですか？あ、鶏の餌と同じやつを一緒に、はいはい、あ、一緒に、はい、あと、なんかつつかれかけたことないの？いやいや、ありません。あ、性格はおとなしいんだ。人間が近づくと逃げちゃうの？はいはい、あ、逃げるんだ、はい。ということで、答えは七面鳥でした。まあ、動物を見てね、子どもたちも大喜び大はしゃぎでね、大人気のようですね、ということで、はい、正解は3番の七面鳥でございました。おめでとうございます。思わず歓声が上がりましたね。正解なんですけどもね、ひばりも嬉しいわ、食べたいわ七面鳥。いつもクリスマスには何食べますか？チキン。チキンの方食べますか？すぐ問題わかった。勘ですね。今度当たっちゃったの。まあ、ぜひ食べてみてください。おいしいわよ。はい、ということで、こちらミス沖縄の2人も正解なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。でも分かりました。迷ったんですけど、最後は勘で決めました。七面鳥大好きだってことですけど。はい、大好きです。よく食べます？そうですね、はい、塊自体は食べたことないんですよ。ちょっと表現が。じゃあこのままね、順調に頑張っていきましょうね。ということで、ミス沖縄のお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でもだいぶ差がついてきましたね、問題に。はい、さあ、これから、まあ、スタジオの方にもですね、もう一方、そう、ゲストをお迎えしています。げん、うん、ちゃんファンが来ております。げんちゃんファンが来てるんですよ。この方です。どうぞ。はい、ようこそいらっしゃいました。どうもどうも。メゾチニヘイレベル、お名前を。そうです。大町王様、どちらからお越しですか？読谷。読谷さん。大そうです。読谷ジャマエビ。長浜エビ。長浜から。はい、あ、おばあちゃん、じゃあちょっと、なんか、ね、はい、行くチェーンな店がおんじゃん。
私はね、ま、まだ若いですけどね、今日は90になりました。今日は90になった、その訳は、訳はですね、訳があるんですよ、結構ちゃん。訳があるんですか。90と言いますとね、はい、これですよ、はじち。はじち、これはやっぱり昔の人がよくやってるのを見ることあるんですけどもね、はいはい、ははー、90はあまり見ている方々とはじちをやっておりますね。なるほどね。そこで、ね、そのはじちに関する問題なんです、うん、さあこのはじちには意味があったんですね、うん、その意味とは一体何でしょうか。1番結婚したという印であった、うん、2番出身地別に違っていた、3番お金持ちの印だった、うん、さあ一律さん何番でしょうか。さあ1番か2番か3番かよろしくどうぞ。はい、結婚した印なのか出身地を表したのかお金持ちの印だったのか、一日さん答えてください。はい、あげてください皆さん。あ、1番がほとんど、2番が出身地別がミス桜、そして3番がお金持ちの印といいますけども、いかがなんでしょうね。源ちゃん正解聞いてみましょうか、はい、ね、おばあちゃんは結婚して何年ぐらいになりますか。私はですね、もうえ、うん、もう50年になります。50年だという意味。ズバリ正解は、正解やぬやびが、ぬのためのはじちやびが、あ、これはね、うん、結婚した印なんです。はい、そうです。はい、皆さんこれ結婚した印ということなんですよ。はい、はい、うん、いやー、すごいですね。昔だったらこれはもう皆さんお付けになってるんですか、全員は。はい、そうでしたよ。まあ、そうですか。結婚していた方はみんなつけました、うん、つけました。今で言うと皆さんタツね、いろいろバラとかつけてるでしょ、うん、今日はつけてないですね皆さん、成人の派ですもんね。まあかっこいいですね。でもいいです、私も結婚したいです。ほほほほほほほ、最後は、はぁ、メリオなのにね。ええ、2人にもちょっと聞いてみましょうね。あのはじち、なんかおばあちゃんがねやってるとか見たことありますか。いえ、ないです。そういう話も聞いたことないですか。こんな時だそうですよ。やってませんよね、もちろん。今の若いおばあちゃんたちはやってないわけですよ。ねえ。あ、なるほどね。すごいです。90歳。いやいやいや、ね、今日だけ90歳になってるんですよ。そうです。おばあちゃんの時代からは、あの、はじちというのはないわけですよ。はい、ちなみに本当のお年は、68歳です。若いですね。私67歳かと思いましたからね。大して変わらないですね。はい、東町雄さん、どうもありがとうございました。はい、CM の後もまだまだ続きますよ。はい、お知らせです。紳士服春山初売り半額、紳士服春山初売り半額、紳士服春山初売りだから半額、元旦から5日まで。今年も島マース本舗青い海をよろしくお願い申し上げます。もしもし、君は電話が好きですか、嫌いですか。明けましておめでとうございます。 AG ファイナンスのカードコーナーは三が日も休まず営業中、本年もご愛顧お願いします。ハッピーニューイヤー97、期待を胸に新しい年の始まり、那覇オーパの夢正月。オーパのお正月は盛りだくさんの夢袋をご用意して、1月2日午前11時より。新年明けましておめでとうございます。牛年の春、社業に邁進することを誓うとともに、新産沖縄を今年もよろしくお願い申し上げます。マルサンランドリーより新春のお喜びを申し上げます。人と地球に優しい企業を目指す株式会社マルサンランドリー、今年もよろしくお願いいたします。おめでとう沖縄クイズ列島、はい、でございますけども、ミスの皆さん総出演でございますよ ね、けんこちゃん、はい、さあこの後もですね、うん、クイズに挑戦していただきたいと思います、はい、続いての問題は、うん、第8問です。8問、どうぞ。
お腹空いた。なんか食いて。あるじゃねえかおい。あ、奇遇だなおい。あ、なんか食わしてくれ。おい、なんか食わして。なんか食べて。なんか変わった店だな。まあ、いっか。どれにしようかな。これだ。いただきまーす。さあ食べ。あ？なんかおかしいなこれ。ん？なんじゃこりゃ。てっちゃんがやってきたのは実はレストランではなくて食品サンプルを作る会社。ほらよく見るじゃないですか、レストランのショーウィンドウの中に飾られた本物そっくりのあれですよ。いやー、美味しそうなサンプルですね。ちょっと味見してみましょうかね。これね、レバーね。これをですね、より本物らしく演出するポイントは一体どこですか？ポイントはやっぱり盛り付けでしょうね。なるほど、盛り付けね。やっぱ見た目が大切ですからね、サンプルは。うわー、エビ天すごい。こちらが出来上がったエビ天ぷらです。いや本物そっくりですね。ちょ、匂いは浮き袋の匂いがしますけどね。いやでも美味しそうです。さてここからが問題。この方何を練っているのでしょう。今ですね、こう一生懸命ピンクと黄色にですね練り合わせてですね色つけてるんですけど、これひょっとして紅白饅頭ですか。いや違いますね。さあここで問題です。この物体、今からどんな食べ物に変身するんでしょうか。さあ、はい、どんな食べ物に変身するんでしょうか。変身するのか、ねえ、うん、まあ、しかし本物そっくりですね。あの天ぷらなんか、このままですごいですよ。あれあの掘り箱の中に入れてたら分かりませんよ。あれ食べてしまいますよね。さあそれでは3つの中から選んでくださいね、はい、何に変身するのでしょうか、はい、1番オムライス、2番アイスクリーム、3番カニ玉。オムライス、アイスクリーム、カニ玉、はい、1番か2番か3番か、さあどっち。どうぞ。ピンクと白のもの、黄色でしたね。ピンクと黄色をこね合わせていましたけど何ができるのでしょうか。1番オムライス、アイスクリームにカニ玉。さあお書きください。番号あげてください。はい、1番、2番、3番、1番、2番、3番と分かりました。みんなばらつきましたね、はい、さあ2番アイスクリームの方が多いようですね。うん、そうですね。どうなんでしょうか。さあでは正解見てみましょう。見てみましょうか。どうぞ。はい、2番のアイスクリーム。は2番、はい、おめでとうございます。正解ですね、ミスナハ。はい、エブリバディ山口めです。私もアイスクリーム大好き。アイスクリーム好きですか。はい、大好きです。あ、そうです。それですぐ分かっちゃって自分で美味しいもの選んだんじゃないですか。はい、ストロベリーとバニラを想像しました。あ、いいですね。なかなか、いやーって感じですけど。はい、正解です。はい、ありがとうございます。残念ながらこちらかすりの女王のお二人、一番のオムライス。そうなんです、うん、オムライスに見えました。あ、分かった。ケチャップと卵をイメージしたのかしらね。これどちらが決めたんですか。すいません。アイスクリームだそうですよ、はい、ね、残念でした。はい、はい、どうもありがとう。はい、いやいやいや、もうだんだんね、うん、見てください点数。そうですね、もうトップが、ミス久米島紬と名護桜の女王ということなんですけどもね。ということなんですけどもね。でもまだ諦めないでくださいね、特別賞もありますからね。はい、はい、さあそれでは、うん、恵子ちゃん、問題9問、うん、はい、 VTR をどうぞ。どうぞ。那覇市日川に住む尾長澄子おばあちゃんはハリエが大好き。
6年前に始めたばかりですが、なんと金融機関のロビーなどで個展を開いてしまうほどの実力の持ち主なんです。てっちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。どうぞ、これでもね、はい、ちょっとサラダですか。ええ、あ、食べていいんですか。どうぞ、あ、いただきます。はい、突然ですね。うん、美味しい。うん、ヘルシーですよ。ヘルシーですね。ええ、カルシウムもあるしね、ヨードもあるし、はい、素晴らしいです。あ、ところでおばあちゃん、こちらにある絵、ええ、なんか普通の絵とちょっと違ってますけど、これ何か使ってますね。ええ、画材ですか。はい、あ、それはちょっと言わないでください。はあ、さあ、ここで問題です。このおばあちゃんの描いてる絵、実はあるものを使って描いています。そのあるものとは一体何でしょうか。さあ、あるものとは何でしょうか。これはちょっと難しいような気がします、私。うんうん、じゃあ、けいこちゃん一つ、はい。はい。次の3つのうちからお答えください。1番、花びら。うん、2番、海藻。うん、3番、和紙。はい。さあ、1、2、3。花びら、海藻、和紙。さあ、1番か2番か3番か。さあ、どっち、どちらもそれらしく見えますもんね。花びら、海藻、和紙。どちらが適しているのか、まあ、どちらもね、うん、なんか良さそうですよね、うん、味があってまた、はい、さあ、これはかなり難問かな。はい、番号上げてください。さあ、一斉に番号どうぞ。2番が、え、皆さん2番、オール2。あら、自信あるのかしら。 2番、はい、海藻ですね。いいんですね。はい、それでは正解を見てみましょう。どうぞ。さあ、それでは正解です。おばあちゃん、この絵を使ってるあるものとは一体何ですか。これはね、海にある海藻なんです。え、海藻。海藻がね、これですか、おばあちゃん。これ海藻でね、はい、海藻いろいろしまして、はい、イメージで作りました。海の絵です。ヘルシーな絵ですね。そうなんです。取ってきた海藻をまず水で洗い、その後両手で絞ってタオルで水分を取ります。新聞紙の間に挟み電話帳で押さえ、約1週間陰干しをします。レイアウトが済んだら糊をつけて紙に貼り付けます。貼り付けが終わったら最後に絵の具で色をつけて完成。これを始めようと思ったきっかけというのは。子供たちに植物採集させていまして、はい、子供が多いもんですから、上の子がやってると下の子が真似して、うん、それで秋が来るんですね、下の子は。あ、なるほど。それでもう次は海にみんな連れて行って、打ち上げられたその海藻をね拾って、はい、海藻採集の夏休みの宿題をさせたことがあるんです。あ、はい、それが急に60も超えてから思い出しましてね、はい、もうみんな大きくなったことだし、定年にもなったということで、それで今度は作り始めたんですね。あ、なるほど。今度は絵にしました。あ、ええ、こう集めるだけじゃなくて絵にしようと思ったんですね。はい、そうです。あ、なるほど。尾長さんがこれまでに作った作品は約20点。作品のほとんどがやっぱり海の中の様子をテーマにしています。個展に訪れるお客さんの評判も上々です。ということで正解は海藻でした。はい、2番のね、はい、海藻が正解です。圧倒的多かったですね。圧倒的というか皆さん2番ですよ、ね、ここまで揃ったのは初めてですね。全員正解と、はい、はい、全員正解です。はいはい、おめでとうございます。細川さん、ふみえもやっぱり94センチ S カップですけど海藻食べると大きくなります。海藻好きですか。はい、大好きです。じゃあもうちょっと経ったら大きくなりますね。いや大丈夫、今も好きですよ。おめでとうございます。2番正解正解。はい、正解おめでとうございます。いやいや、大きくなるって言ってますけどこちらも負けてますよ。2番正解です。ミスイトマンのお二人ですけれどもね、ちょっとね、わかりました。わかりました、はい、やっぱり綺麗になる秘訣、何を食べてます。
海藻ですね。ということです。けいちゃん、けいこさん、はい、どうもありがとうございます。でもあの海藻っていうのは、うん、一つ一つの形違うじゃないですか。そうだよね。それみたいな創作欲って湧くんでしょうね、なんかねすごいですよ ね、 ね、あのいろんな作品をこれからも作ってください、うん、はい、楽しみにしています、はい、ありがとうございます。それじゃあこれまでの得点経過見てみましょうか。なんとミス久米島つむぎと名護桜の女王がもうトップ争いということなんですよ、うん、はい、でミス糸満が3ポイントでも諦めないでくださいね、特別賞なんかありますからね、はい、さあ CM の後はリカさん再び楽しいモノマネで登場です。はい、お知らせです。はるか、もう寝なさい、うん、あ、ママこそ風邪ならもう寝たら。パブロン飲んで寝るわ。有効成分が風邪の諸症状にスーッと効いていきます。よくなったね。効いたよね。早めのパブロン。大正製薬から。新年、新年明けましておめでとうございます。安心と信頼の旅をお届けします。沖縄ツーリスト。今ビールはますますドライ。これが切れ味、この味辛口。アサヒスーパードライ。9年中は三洋電機製品をご愛顧いただきありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ハッピーニューイヤー97、期待を胸に新しい年の始まり。那覇オーパの夢正月。オーパのお正月は盛りだくさんの夢袋をご用意して、1月2日午前11時より。新年明けましておめでとうございます。本年もタクシー、ハイヤーのご用命は沖縄交通グループをよろしくお願いします。新春のお喜びを申し上げます。気に入った花しか売らないわがままをお許しください。花メール。はい、さあ再び南里香さんに登場してもらいますが、今度はどんなものまで登場するんでしょうね。はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。I'm not afraid to die.
もいない海、二人の愛を確かめたくって、あなたの腕はすり抜けてみたの。ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、でも楽しい方ですね。いや本当にね、素敵なものまね、いろいろ変身できるんですね。あれはもう生体模写と携帯模写と一緒ですね、同時に。そう、すごいびっくりしてしまったんですけど、ボーイッシュな感じになると、あのスマップの中井くんにも似てるんですよ、いろいろ変身してくれましたですけどもね、はい、ありがとうございました。さあ、いよいよですね、けいこちゃん、最後の問題ですよ。最後の問題なんですけども、次の問題、最後の問題で、そうなんです、勝敗が決まってきますよ。それではいよいよ最後の問題でございます、はい、最後の問題はまたまたフリップに書いてもらいます。はい、書いていただく問題です。何を書くかと言いますと、何を書くの問題はですね、沖縄といえば四方八方海に囲まれてますよね。お、そうですよ ね、どこもかしこも海に面してるかと思いきや、なんと県内の市町村で3カ所だけ海に面してないところがあるんですよ。わかりますか。難しいね。はい、まず1カ所は大里村、そしてもう1カ所は、もう1カ所は早原町、早原町、ね、そしてもう1カ所海に面していない市町村があります、その市町村は一体どこか答えてください。ははそれも漢字で正確に書いてください。正確に書いてください。はい、それでは参りましょう。どうぞ正確に書いてよ。さあ、海に面していない市町村、大里村と早原町ともう一箇所はどこの市町村でしょうかということですね。はい、さあ、はい、上げてください。5秒前。あら、4、3、2、1、どうぞどうぞ。出しましょう。ほら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 、はい、はい、さあ、開けてください。できた方は、海に面していない市町村はどこでしょうかということですね。わあ、いろいろあるね。はい、いやいろいろ出ましたよ。はい、すごいです。いろいろと違いますね、はい、それぞれの答えが。はい、ですけど、北町、北町、あー、道あるって感じですけど、こちらは西原町ですか、はい、こちら町、西原町、はい、西原、何これ、なんか書いておりますけど、これは何、三谷山、大堀町、この意味、石垣島に来てください、来てねっていうことで、とりあえずあのこういうふうに、書いておりますけど、はい、それじゃあ正解見てみましょうか。それでは正解は、正解はじゃーん、こちらです。コチンダ町、コチンダ町が正解でした。はい、東風台だと書いてコチンダ町、はい、正解どれだけいるでしょうか。いやいやいや、コチンダ町の方、はい、ね、なんかこっちの方は、なんか何かの点滅って感じですけど、寂しい人もいますね。おお、なんかこちらのカンナちゃんの方はいいですね。なかなか成績でちゃんと上げてくださいね。ほら、なんか前もなんか書いちゃって余裕たっぷり。そうそう、そうなんだ、はい、正解ですよ。はい、あのね、名護桜の城、何を隠してるんでしょう。前の手前のピンクの何隠してるの、はい、成績いいじゃない、これ勝てば。何を隠してるんですか。でもちょっと見せて、ちょっと見せて、いや気になっちゃうんでね、ちょっと見せてください。ちょっとちょっとね、似てるの、ちょっと似てるの、あ、逆、ここいやー、最初に書いたものを消して、さらに下に書いたものが間違いと。間違えた。これはいや残念だったね。はい、それじゃあ結果発表といきましょうか。さあ、結果発表です。結果発表いたします。はい、なんとミス久米島紬、そして、はい、名護桜の城、
ミンツ久米島つむぎと、そして名護桜の女王、同点決勝です。いやー、同点決勝ということになりました。はい、さあ同点決勝ですよ。はい、うん、同点決勝は何で決着つけましょうか。ダーツ。ダーツ難しいですよ、これやったことがある人はいいですけどね。どうなんでしょうか、ミンツ久米島つむぎと名護桜の女王。お二人のうちどちらかに1投ずつですね、うん、投げてもらいましょう。さあ決まったようでございますよ。はい、より中心に近い人が勝ちです。中心に近いチームが勝ちです。さあまずは、はい、どちらからいきましょうか。じゃあ久米島つむぎから。はい、どうぞ。精神を同一中集中して、より真ん中に近い方が勝ちです。よっ、あー外れてしまいました。はい、じゃあ次桜の女王ですね。握手を交わします。落ち着いて。はい、落ち着いてね。よっ、あ、さあということでございますけどもね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。優勝は桜の女王。桜の女王でした。ファイト！タウリン 1000mg 配合リポビタン D。 ワシのマークの対象製薬です。瀬戸大橋を挟んで北へ南へ、 JTA で行く J タップ倉敷瀬戸大橋道後の旅。お問い合わせはお近くの旅行会社まで。その名はしぶしの自然系。仕事バカでいいじゃないか。月曜発売。沖縄タイムスが新聞協会賞を受賞。内容がいいから人から人へ広げタイムス。沖縄タイムス。私箕田和夫もご一緒します。イタリアサント巡りとエーゲ海クルーズの旅も募集締め切り間近となりました。来る1月11日土曜日と12日日曜日に旅行説明会を開催。詳しくは国際旅行者まで。おめでとう、沖縄クイズ列島、優勝は名護桜の女王でございます。はい、おめでとうございます。おめでとう。見事優勝に輝いた名護桜の女王には、全日空から沖縄東京ペア往復航空券がプレゼントされます。そして本日のゲスト南さんから花束が贈られます。おめでとう。私も女王様だけど取られちゃったわ。名前負けしてないわね。勝ってるわ。おめでとう。はい、そしてそして賞金5万円も送られます。自信あった。いや、全然なくて、もう一年中の運を使い果たしたような感じですね。そんなことない。顔で1番取ったでしょ。そして頭で1番、クイズだもん。どうこれ、嬉しい？はい、とても嬉しい。ありがとうって、ここなんか友情のシーンになりましたけどね。さあ、けんちゃん、はい、今年1997年沖縄どんな年になるんでしょうね。うん、まあ、昨年はね、うん、本当に暗いニュースが多かったですよ。基地問題だとかね、うん、今年1年はやっぱり明るい1年であってほしいですね。明るいことが何よりですもんね。そうなんですよ。そのためにも今日お越しいただいた16組のミスの皆さんには、はい、観光沖縄をより PR してもらいたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いしますね。本日さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。南さん、どうもありがとうございました。はい、神田さん、ご苦労様でございました。さあ、テレビをご覧の皆さん、この辺でお別れでございますね。はい、1年お元気でお暮らしいただきましょう。はい、それでは元気で頑張るぞ。頑張るぞ。さよなら。